こんにちは、気象予報士の小川です。毎日暑い日が、続くようになっていますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて今回はですね、もうすぐやってくる、待ちに待った夏、そして夏の、代名詞と言われる夏の高気圧、太平洋高気圧について、説明したいと思います。さて今回は太平洋高気圧について説明したいと思います。以前ですね、地球にはいろいろな風が吹いているという話をしたと思います。つまりこの大気の大循環というものが地球では起きていますね。太陽で温められた空気が、冷たいところへ行って、逆に冷やされた空気、冷たい空気がですね、暖かいところへ行く、こういった大気の大循環、大きな大循環が地球上で起きています。で、夏になるとですね、この赤道付近で温められた空気がですね、まず上昇し、そしてその空気がですね、太平洋上の北緯30度付近のところまで行くと、今度は北極圏から、来た冷たい空気とぶつか上空でぶつかって、その空気が下降し、そしてそこにこの高気圧ができます。つまりこれが太平洋高気圧ですね。で、太平洋高気圧から吹き出して、偏西風、そして、東から西へ吹く遠東風、貿易風、トレードウィンド、こういったものが吹いているわけですね。この太平洋高気圧の特徴としては、まず夏が最盛期です。冬の間は、なくなるわけではないんですが、そんなに発達はしていないので、日本付近まで覆ってくることはあまりないですね。そして夏の太平洋高気圧は上空10キロ付近まで、つまり対流圏の上層部から下降気流が起きているので、背の高い高気圧と呼ばれています。冬の冷たいシベリア高気圧は高させいぜい 2,3 キロ程度なので、これは背の低い高気圧と呼ばれています。また高気圧圏内は乾燥した高温の晴天が続いてはいるんですけれども、周辺部へ行くと、海上から湿った空気が運ばれていきますからね。つまりここで暖かく湿った空気が、吹いてくるというわけです。そしてその結果、突然の雷雨や上空の寒気の流入とかがあると大気の状態が不安定となるので、大雨や豪雨、時には災害につながることもあります。また南から暖かく湿った空気が入るので、太平洋側では高温となりますね。また内陸の盆地や日本海側ではフェーン現象により40度近くまで高くなることもあります。また勢力が強くなると日本付近をどっぷりと覆って全国的に晴れが続きますね。あと特徴的には対流圏の県海面付近、に発達するチベット高気圧が西日本付近の上空まで伸びてくると、上層部で高気圧が重なり、これがダブル高気圧となって、特に西日本方面では安定した晴天が続き、高温で雨が降らない日が何日も続いてしまうということがあります。つまりこのようにですね、太平洋高気圧が、発達して、さらにこのチベット高気圧、これは、かなり、大流圏の県海面付近に、発達してくるんですけれども、これがですね、西から広がってくると、特に西日本方面を中心にですね、太平洋高気圧とチベット高気圧が重なってダブル高気圧となりますね。つまりこのダブル高気圧となると、かなり晴天が続いて、安定した晴天が続いてしまうので、その期間ずっと雨が降らない、天気のいい日が続いてしまうということが起きます。さて今年の夏についてなんですけれども、今年の夏はですね、どうやらこのダブル高気圧の可能性が、7月ぐらいには、発生するのではないかというふうに言われています。また3ヶ月予想でも、気温は広範囲で平年並みか、もしくは、平年よりも、暑くなり、全国的に暑い夏となるように、言われています。また早めにもしかすると梅雨が明け、7月上旬には、関東でも梅雨明けする可能性がありますね。つまり今年の夏は暑い夏が、かなり9月ぐらいまで、長続きし、9月になっても残暑が続くということが言えるかもしれません。まあ皆さん水分補給とかですね、十分な、体調管理をしたいところですね。
さて今回は、夏の太平洋高気圧について、簡単に説明してみました。まあ、もうすぐですね、待ちに待ったこの夏がやってきます。また今年の夏はもしかするとですね、いつもの夏よりも、暑く長い夏が、続くんではないかというふうに、言われています。まあ、夏に向けてですね、体調管理はバッチリとして、また船のですね、管理も、十分に整えてこの夏を待ってみたいと思います。それではまた。